What's going on, fam? It's your boy Mosey here, back with another episode of Mosey Reacts. On this episode of Mosey Reacts, I have episode 2 of Blue Lock. But before I get into today's episode, this is a reminder that this is not a market substitute. You should always support the official release. ある者は言った。フットボールの世界において、一流のゴールキーパーやディフェンダー、ミッドフィルダーは育てることができるが、ストライカーだけはその類ではない。一流のストライカーという生き物は、その時、最もフットボールの熱い場所に突如として出現する。はっきり申し上げます。このままでは日本サッカーは未来永劫、ワールドカップ優勝は不可能かと。Oh, that's a dope jersey in the back. もしかしてアンリちゃん本気で信じてんの？日本が優勝できるって。当たり前だろ、銭ゲバだ抜き。それが私の夢だっつーの。自分たちのサッカーをすれば勝てる？日本のパスサッカーは世界に通用する？そんなこと言ってっから、いつまでもベスト16止まりなんだよ。私は信じています。日本サッカーをぶち壊し、この国をワールドカップ優勝に導くプレイヤーを誕生させることができるのはこの男しかいないと。エゴジンパチ。What a fucking name, though. どういうこと？何これ？ You're straight in shock. 急にボールが来たから。はあ、ふざけ。才能の原石どもよ。ここでは結果がすべてだ。敗れた者は出て行け。キラリオスケ、失格。So like that quickly, he's disqualified. Doesn't get another chance to improve.こんな遊びで、なんだ俺が、俺の将来が潰されなきゃなんねんだよ。俺は日本サッカー界の宝だぞ。イガグリとかイサキ君のが才能あるってのかよ。あ、こんな鬼ごっこに何の意味がある？サッカーと何の関係があんだよ。その部屋の広さはペナルティエリアと同じサイズだ。ゴールの約 75% はこの中から生まれる。ここで仕事ができない人間にストライカーの才能はない。だからどうした？鬼ごっこはサッカーじゃねえっつってんの。逃げる側に要求されるのは対人感覚、駆け引き、ポジショニング。俺は立派なサッカーのトレーニングだ、タコ。ガッチビッチ。こんな高々2分ちょっとで俺の何がわかんだよ。サッカーは90分だろうよ。1試合の中で1人のプレイヤーがボールを保持できる平均時間は約136秒。ラスト10秒じゃどうしようも。お前は試合でも同じことを言うのか？ボールを当てられた瞬間、時計はまだ1秒残ってた。動けないイガグリに当てれば生き残れたんだ。それをお前は見逃した。いわば試合終了間際のラストワンプレー、味方のシュートがお前に直撃したその瞬間、ほんの少し足を伸ばせば届いたはずの勝利に。ああ、Pokemon with this show heavy! ボールを持ち続けることで敗者にもなりうるが、誰かに当てることで自らが勝者にもなることができる有権者だ。ストライカーとはその全責任を負い、最後の1秒まで戦う人間のことですよ。それこそが集団の常識に左右されない、己のためだけの勝利への執念であり、俺が求めるストライカーのエゴイズムだ。そこから逃げたお前の負けだ。キラリウスケ、ロックオフ。だってあいつが急にバチラが来たから。急にバチラが来たから。なんでゲット。See, that's where I'm like, you're kind of ending this guy's soccer career, never being able to play for the Japanese team because he failed in 2 minutes. I'm like, give him another chance. I love him. Hey, that's Earth. You don't have to be crazy to live here, but it helps. 理不尽？そうですよ。これが勝負の世界ですから。
どうですか？生まれて初めて人生をかけて戦った気分は？ビビったろ、しびれたろ。これがブルーロックの常識だ。そして震えただろ。やった、俺は生き残ったって。それが勝利だ。よーく脳に刻んどけ。お前たびにお前らの中のエゴは育ち。おめでとう、ブルーロック入寮テスト合格だ。部屋にいるのはちょうど11人。お前らはこれから生活を共にするイレブン。時に協力し、時に I'll pause. I want to see some of the names. Team Z だ。Team Z, does that mean there's 26 other teams or 25 other teams? ウサギ、イカグリ、そんなんでよく世界一のストライカーとか言えたら、俺に負けて泣く前に帰れよ、凡人どもが。うるさい。せーの。この人の身体能力やべえ。イサギ君、調子悪い？まあマックスでこれなんだけどな。マジ自信なくすわ。俺なんかずっとたくわんだけだぜ。 Wait, what's it change on?I just saw him say miso, and immediately I just thought of Golden Kamuy. I'm like, ooh, he's eating poo! 食堂ではご飯と味噌汁の他にランキングによっておかずが変わってくる。 Depending on your rank. いいな、ナット。俺なんかずっとたくあんだけだぜ。どんまい、イガグリ。いいよな、ランキング上位者は。見ろよ。マジかよ、羨ましすぎる。餃子一個いただき。おい、チビ、返せ。Pip squeak. ごめん、もう食べた。待て、こら。リサギ、隠せ。いや、俺らのは取られねえよ。Bruh, get up off me. このままじゃ、俺は絶対脱落する。みんな、俺よか優秀で勝てる気しねえし。おい、イサギ。My favorite character. おだったら俺と一緒にやろ。鬼ごっこの時、お前俺にパスしたじゃん。うん。なんで俺が気楽にぶつけると思ったの？俺の中に怪物がいるから。おお、おっそ、違う、怪物ならもっとそんなんじゃ怪物には勝てない。Unleash the beast! なんだよそれ。サッカーしてるとね、そいつが出てきて言うんだ。ゴールを奪え、もっと踊れって。でもあの時はさ、怪物が言ったんだ。潔にパスを出せって。あいつの中にも怪物がいるって。怪物？俺はその声に耳を澄ませてサッカーをする。そんだけ聞こえるでしょ、怪物の声。何言ってんだよこいつ。知りたい、俺の中の怪物の正体。それが俺のブルーロックで生き残るヒントになるかもしれない。 Is that Mamba mentality? ロナウドもノエル・ノアもすげえやつはみんな心の中に怪物を飼ってる。きっとそれがストライカーの証なんだ。俺はここに来てよかった。イサギに会えたから。I'm glad I started watching this because I got to meet you. じゃ、もう一回ね。おお。来い。こいつは俺に。くれる。そうそう、あの
時もそんな目してた。絶対に生き残ってやる。No! How much did our boy go up? That's cool that changes it. 見て見て俺ランキング300からめっちゃ上がってんだけど。ほら、275位。Good job. すげえじゃん。わ、お前のも。ほら。おお。また俺の一個上かよ。ブルーロックの暮らし楽しんでるかい？ふざけんな。こんなクソみたいな環境でマジでサッカー上手くなんのか？そうだよ。もっとちゃんとご飯食べたい。271。環境がクソなのは。お前らがサッカー下手くそだから当然だ、バーカ。ああ少しブルーロックの話をしよう。鬼ごっこで各部屋一人ずつ脱落して、現在残り人数は275名。えっ、じゃあ俺 So you're still out of the air。 ぬか喜んだ。チームランキング順にお前らチーム Z は最低ランク5号棟。こいつらですら最低限。 That's crazy。Huh? Like, you're telling me Bach is the lowest? Like, no. I want to see top 10 players. それではこれより一次セレクションを始めます。 First selection, as in like they get to move up to a different room, right? 天才ミッドフィルダーとして世界有数の名門クラブチームということは、我々は君が国内リーグでプレーする姿を見られるのかな。死んでも嫌っすね。こんな国でサッカーするぐらいならドイツの大学生とやってた方がまだマシっすね。ゆくゆくは日の丸を背負ってプレーすることに何か期待や抱負はあるかな？全く興味ないですね。この国には俺のパスを受けられるフォワードがいない。俺は生まれる国を間違えただけです。まっ、Interesting. ちょっともう困るよ、さえちゃん。マスコミに嫌われちゃうよ。ああ、今日はなんか JFU の記者会見があるみたい。Are you gonna become a teacher? というふうに日本をワールドカップ優勝に導くためのストライカーを育成しようというのがこのブルーロックプロジェクトでございます。一人のために。他の299人の人生を台無しにしても構わないってことですか？反対する親はいないんですか？いや、まあ人生が台無し。その通りです。日本サッカーが次に進むためにはこのイカれたプロジェクトが必要なんです。I wouldn't say it's ruining the kids' lives, but like, yes, competition breeds success. 英雄が誕生する瞬間を。一次セレクションはお前らのいる5号棟55名。じゃあここにいるチーム Z11 人が一つのチームって。 That's what I was about to say. I was like, so they're moving up as a team but also as players? キーパーやったよ。キーパー顔だし。やめろ、俺は頼まれたら断れない。じゃあ俺がセンターフォワードな。は、俺だろ。いや俺だ。 Right, they're all gonna wanna be strikers. Who's gonna... サッカーはもともと点を取るスポーツです。お前らの中にバカみたいに刷り込まれてるポジションや戦術なんてのはサッカーの進化の歴史で成立してきたただの役割であって、サッカーとは元来全員がストライカーであることから始まった。その原点からサッカーをやれ。お前らの頭でゼロから作り直すんだよ。ゼロから。あと一歩で世界のトップレベルと肩を並べる。世界のサッカーファンがそう認めるほどに日本サッカーは強くなった。でもそのあと一歩先へ行くために日本サッカーは今こそ死ぬべきです。ワールドカップ出場といういつか見た私たちの夢は。今までの常識なんて信じるな、捨てろ。新しい概念を脳みそにぶち込め。今日本が世界一になるために最も必要なのは11人のチームワークじゃない。そんな一人の存在によってサッカーは無限に進化する。そいつを止めるためにディフェンスシステムが創造され、それを凌駕するためにまた新しい戦術が生まれる。たった一人のプレイ、 Very fucking true! 世界を変えていく。それがサッカーというスポーツだ。ここからが日本サッカーの新しいステージです。ワールドカップ優勝という新しい夢を見る勇気はありますか？戦う準備はできている。その全てが
ブルーロックにあり。会見は以上です。サエちゃん、そろそろ行かないと。スペインに帰る飛行機キャンセルだ。え？この国にどんなバカが生まれるか、俺がこの目で確かめてやる。来たぞ、チーム X。 消えない炎が質感にも。よー、生き残るのは俺だ。あー、デメッ。ブルーロック、アディショナルタイム。実習練終わり。ふぅ、疲れた。あれ、俺たちの部屋ってどっちだっけ。全部入ればいつか着くでしょ。いや、着いたのトイレだ、バチラ。あれあれあれ、こっちだぞ、バチラ。あら、あらあら。いや、だからそこトイレだって。俺の中の怪物が言ってる。漏れそう。早く行け、バカだれ。 That was good. For sure enjoying that.All right, well, that was it for my reaction to episode 2 of Blue Lock, and I'm really enjoying this. I'm just a little still confused, though, on, like, the dynamics as far as, like, the rankings, because, like, so they're ranked individually, but also as a team. So is it possible then, like Issa is going to be ranked, like, top 10, but still be on a team with people ranked, like, lower 100s? Or, you know what I mean? Like, that's the only, like, confusion I'm still having, but hopefully, while editing I'll catch it, or hopefully you guys can clear up my confusion. But other than that, really fucking with the anime, can't wait to see where it goes. I do appreciate you guys though sticking around watching this reaction. It was real, it was great, it was real great. Later on.